アレンデスタークラブ3世はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。地元ロサンゼルスの高校時代の2010年にカリフォルニア州の最優秀選手に選出されたクラブは高校卒業後カリフォルニア大学に進学。PAC-12 の最優秀選手や ファーストチームに選出されるなど、同大学の中心選手として活躍したクラブは、4年生は、プレーせず2013年の NBA ドラフトに、アーリーエントリーを表明。ドラフト家は31位で、クリーブランドキャバリアーズから指名された後、交渉権が、ポートランドトレイルブレイザーズに移動し、ブレイザーズに入団した。NBA 入りから2シーズンは、 出場機会に恵まれていなかったが、ニコラス・バトゥム、ラマーカス・オルドリッジ、ロビン・ロペス、ウェズリー・マッシューズなど、主力選手を大量放出し、選手層が薄くなった2015から2016、シーズンはシックスマンとして出場機会が増え、平均出場時間と平均得点も大幅にアップ。2015年12月26日のクリーブランド・キャバリアーズ戦では、 自己最多の26得点を記録し、5連敗を喫していたブレイザーズを救う105から76の対象に貢献した。2016年7月3日、制限付き FA となっていたクラブは、ブルックリンネッツが提示した4年7500万ドルのオファーシートにサイン。ブレイザーズは10日にネッツと同じ契約を提示し、ブレイザーズ再契約が決まった。 新契約1年目となった2016から17シーズンもベンチからの得点源として奮闘し3ポイントシュートはリーグ2位の44.4%を記録した2017年7月25日アンドリュー・ニコルソンとのトレードでブルックリン・ネッツに移籍した2018年2月11日 バークレーズセンターで自身のボブルヘッドが配布されたその日に 3P シュート8本を決めるなどキャリアハイの28点を挙げた。2018年4月9日、自身の26歳の誕生日に行われたシカゴブルズ戦でキャリアハイとなる41得点を記録、試合はネッツ114から105で勝利した。2019年7月6日、 トーリアン・プリンスとのトレードでアトランタ・ホークスへ移籍した。2020年1月16日、ジェフ・ティーグとのトレードでミネソタ・ティンバー・ウルブズへ移籍した。2月29日、ウルブズと契約のバイアウトに合意し、FA となった。ありがとうございます。